ラングレーなぜ使われなかったんですか。おそらく、バルサの守備の仕方、マドリーがこうビルドアップするときにね、まあ、こう、バルサ4123じゃないですか、一応、フォーメーション上の布陣は。ただ、このときに、ルーク・デヨンこっちで、ガビ出てって、こういう4-4になんですよ、ブスケツ1列出てみたいな。で、カゼミロ抑えながら、後ろがスライドしてきて、はめるみたいな。で、みんな分かった通り、ここめっちゃスペースできるじゃないですか。こういうところに飛ばされたときに、降りてくるベンゼマとか、まあ、ちょっとね、まだ寄せきれてない中の、こういう迂回経路とかで、こういう広いスペースのところで、待つ選手がいるときに、こういうところをライン上げつつも、広いスペースカバーしなきゃいけないときに、ピケがカバーリングやからアラウホ出てって潰すってシーンがあったんで、まあ、機動力生かして守備する場面が多くなるから、まあ、アラウホ。で、まあ、ダニー・アウベスのね、ちょっとアジリティの低下っていうのはどうしてもしょうがないところだから、それを守るところもあるし、アウベスがいると、アラウホがこう持ったときにサポート行って、アウベスさん、お願いしますから、ビルドアップできるしみたいな、そういうのもあるから、ビルドアップのところではかなりアラウホって判断力ちょっとね、まあ、ボールを受けるためにピケ持ってる時のこの後ろのコース作りとか、まあ、そういうところが遅かったりとか、まあ、いろいろ細かいところあるから、できないところは。だけど、まあ、ラングレーと天秤かけた時、ラングレー広いスペースカバーしきれないみたいな、最近結構あるんで、まあ、そうなると、まあ、ドリのカウンターとか考えて、あと、ベンゼマの広い範囲動き回って、ビニシウスとも1対1しなきゃいけないし、いろんな状況を考えると、まあ、アラウホの方がいいっていう判断だったんじゃないかなっていうふうに、僕は思う。まあ、こういうのも考えすぎパターンもありますからね。ただ、アラウホの方が練習で調子良かったみたいなこともあるんで、こればっかりは、こういうふうにちゃんと説明した方が、まあ適当にやってないっていうのが分かるだろうな、みたいな。まあ、実際に効果としてこれはありました。ただ監督がどこまで考えてるかは監督に聞かないと分かんないです。